村上博之は、競輪選手。京都府京都市出身。日本競輪学校第86期卒業。日本競輪選手会京都支部所属。師匠は兄でもある村上義弘。ホームバンクは京都無校長競輪場。花園高等学校在学中から、インターハイや国民体育大会等で活躍し、日本競輪学校に86期生として入学する。 同期には、井上雅美、稲垣博之らがおり、在校競争成績第10位で卒業した。デビュー戦は2001年8月8日、奈良競輪場で迎え、初勝利も同日。またこの開催では、完全優勝も果たす。2003年7月3日に、S 級戦で、初勝利。2004年の友人新能パイで、GIGII 通じての初出場を果たす。 以後はビッグレースの常連選手となるが一時予選もなかなか突破できない状況が続いた。だが2007年5月に行われた大垣記念で DE 初優勝を果たしたあたりから徐々に S 級トップクラスでも活躍できるようになった。そして同年10月に地元バンクの向こう町で開催された共同通信社配競輪では初日の優秀戦で 山崎義人らを破って勝利すると勢いづき、翌日行われた系の宮尾賞では、兄、義弘との連携が実現し、義弘マークから直線で鋭く伸びて2着。さらに、準決勝では、金山栄二マークから2センター付近でまくりきり1着。決勝ではジャンから握る武田豊樹、室井隆二の3番手をキープし、山崎、新田康人の動きを尻目にバックからまくって、 優勝を果たした。2009年は全日本選抜競輪決勝の三着などで年間獲得賞金上位となり、2010年は兄の村上義弘と共に兄弟で SQS 半角付けとなった。2010年は2月の西日本大座決定戦で一高事項に次いで二着に入り、3月7日に松戸競輪場で行われた第63回日本選手権競輪決勝では、 打掌杉より先行した兄、吉弘の番手より追い込み優勝。自身 GI 初勝利とともに、兄、吉弘も2着に粘り、1976年のオールスター競輪での藤巻昇る、藤巻清兄弟以来史上2例目の GI 決勝兄弟、ワンツーフィニッシュとなった。5月には SS シリーズ風光る決勝でも兄、吉弘のめくりに乗り、直線で先行した。 武田豊樹を捉え GI 二度目の優勝を果たす。同月のスーパープロピストレーサー賞も制覇し、直後に同地で行われた競技大会の全日本プロ選手権、自転車競技大会でも競輪種目において武田豊樹の同大街道種目5連覇を阻み、優勝した。なお特別競輪の優勝で競輪グランプリ2010の出場権を獲得したが、後に 兄の吉弘も、賞金で出場権を獲得したことから、グランプリ史上初の兄弟出場となり、そして12月30日のグランプリでは、最後バック過ぎから前を回る、兄の後くらいより自力で抜け出し、直線では、山崎義人と激しい一騎打ちを繰り広げほとんど、同時にゴールラインを駆け抜けて、写真判定に、勝負の結果が委ねられたが、 ビッサで一着となり初のグランプリ制覇を果たした。また、これにより、村上博之は2010年の獲得賞金が2億3700万円となったことから、当年の競輪賞金王にも輝いた。2011年2月に、豊橋競輪場で行われた、東西王座戦の西日本王座決定戦決勝でも、グランプリ10同様に兄の吉弘もくらいから抜け出し、優勝している。 その後は怪我などで不調が続いているが、2014年の全日本選抜競輪決勝では、中段の内から最終四角での集団落ち者をこらえて、直線の BGI3 勝目を手に入れた。しかし直前の2013年12月に SS11 への加担があったことから、競輪グランプリ2014への出場は微妙な、情勢だったが、日本競輪選手会より、 当初受けた処分が軽減されたことにより、グランプリへの選出要件をすべて満たしたことから、出場できることになった。ケイリングランプリ2018で、自身3度目の GP 出場。今回も兄、ヨシヒロと一緒だった。2019年は、サマーナイトフェスティバルと、ともひとしんのおぱを、それぞれ自身初優勝した。デビュー2.3年目あたりまでは、 先行やめくりを主体とした競争に努めていたが、兄ほど上勢がないこともあって、現在は追い込みが主体。しかし、縦の足に目を見張るものがあり、目標選手が行ききれない場合、展開次第によっては自力勝負に出ることもある。加えて、目標選手が行ききれなくなった時に素早く切り替える術も持ち合わせており、ゴール直前における伸び足も鋭い。 ありがとうございます。